セベルナヤ・ゼムリャ諸島は北極海に位置するロシア連邦領の諸島。総面積は約3万7千平方キロメートル。クラスのヤルスク地方に属する。セーベルナヤ・ゼムリャ、セーベルナヤ・ゼムリャとも遠隔地かつ北極圏内にあり、ロシアの中でもとりわけ厳しい環境にさらされるため、先住民や定住者は存在しない。ただし、諸島南端のボリシェビク島に、 極地観測用のプリマと呼ばれる基地が置かれており、ロシア政府により派遣される研究員が一時的に滞在し、基地での勤務に当たっている。北緯78度から81度、統計90度から106度の範囲に広がる島々で、10月、革命島、ボリシェビク島、コムソモレツ島、ピオネール島の4つが主要な島である。南に、 幅約60キロメートルのビリキツキー海峡を隔てて、タイミル半島がある。西はラ海、東はラプテフ海である。地球上で最も新しく発見された諸島である。1913年4月にボリスビリキツキーによって発見され、ニコライニセイ島と名付けられた時には一つの大きな島だと考えられていたが、その後、より多くの島からなることが次第に明らかにされていった。 1930年から1932年に、かけてのゲオルギー・ウーシャコフの調査で詳しく調査され、セベルナやゼムラと命名された。そして、帝政ロシア時代の命名のうちロシア皇族にちなんで、付けられた、イサレービチ・アレクセイ島の名は廃棄され、その他の島はソ連に関連する事象にちなみ、命名された。この地域は、クラスのやるスク時間帯の標準時を使用している。 時差はアトックプラス7時間で過時間はない。ありがとうございます。